また白バイ隊員さん挨拶してくださいました。1週間ぶりぐらいの SNR なんですが、すごくエンジンが気持ちいいです。いやーもうね、7万キロに行こうとしてるエンジンなんですけど、まあ、なんか今が一番最高の状態なエンジンな気がしますね。ほんといいエンジンだと思いますよ。ああ今日も1台検挙されてます。白バイ隊員さんがね今日も忙しそうです。安全運転でね行ってほしいんですけどね。はい、今もね優しくハザードね、サンキューハザードいただきました。やっぱり譲り合いですかね。少しタイミングが一緒になったんで、どうぞーっていう感じで、もうすんなり安心してね安全に合流できたと思います。あんな感じでもうちょっとね、あ早い車が合流 してくるなと思ったら、もうすぐにね譲ってあげるといいと思います。まあ譲ったらねサンキューってね言ってくださる優しい運転手さんでした。ああいう瞬間本当大好きです。あー早い SUV 行きましたね、シルバー。あれはあかんですよ。あその後白バイ行きましたのでね検挙されると思います。あーさっきの車捕まってますね。やっぱり安全運転でね行ってください。うわー詰めるなこの人、名古屋ナンバーひどいよこの煽り運転は。やめてよもうね、車間距離本当にね適切に開けていただきたいと思います。名古屋ですよ、怖いです。安全運転でねお願いします。フォードハイヤ、あんな大きい重い車でね飛ばすとかなり怖いです。止まれないでしょう。ワーゲン速いですね。おーバイクも速い、ガンガン行きますよ。トラックも速い、傾いてる。安全運転でね行ってほしいんですけども残念です。なんだろう、言っちゃったよ今。今何があったかっていうとね、完全に信号無視で右折しちゃいましたよ。信じられないです。シエンタだったと思うんですけど、ここね赤信号なんですけど右折して行っちゃいましたね。ここをね右折しちゃいましたね。わかりますかね、この状態で右折しちゃったんですよ。こういうところはね気をつけていただきたいなと思います。怖いです。気をつけてくださいね。